よし、これで戦えるようにした。いけ。よっしゃー。あっ、ディスクロニア、クロノスオルタネイト。局長、エネルギーパックを僕にください。局長、あ、なんか飲み物置いてある。こんなもん前なかったような気がするな、なんていうような飲み物がある。何飲んでんだろうね。口つけていいですか。局長、この角度が失礼します。お疲れ様、見事な再現だったわね。前に立てて思っただろうな、エレン局長さん、なんでこんなところから話すのみたいな感じで思っただろうな。首傾けるのは死んだいのみたいな感じで思っとけど、この角度お願いし、失礼します。この件が終わったら君に開示しようと思っていた情報があるの。何ですか。とうとうバストサイズ教えてくれるんですか。あの被害者の女性のことよ、受け取りなさい。あ、アイディのことか。何だね、ID、 個人 ID、 復元された記録って何。あー、でもまあ個人 ID がこれ、生年月日、死亡推定が、あれ、え、2年、え、20年、あら、量子干渉研究所の特務により銃の携行及び緊急時の使用を許可されている。ただし発砲が許可されるのは脅威レベル4以上の変異体のみである。うん、150年でナイトホールだったかな、読み方は、の混乱の最中に失踪、都市内で生存を確認できない、塔にいた多くの研究員者と同様すでに死亡していると推定はされとる。アーカイブから抹消された移住者登録を復元したもの、情報は最新ではない可能性がある。はあ、これが12年前に作られて復元したのは機能という、そういうことか。死亡推定死亡日っていうんがさ、実は死亡してなかったみたいな話か。すでに死亡していると推測されているで死亡推定日がついとるけど、実はここで死んでなかったっていう説になるんかな、かな。その分生きとるとしたら、今まで生きとったらみたいな話だもしれんし。あの人は12年前都市から失踪した研究者。失踪しとると思っとったけど、生きとったってことになるんかな。ええ、アイリクローバーはラムファード博士の優秀な研究助手だったそう。局長、ジョーやだなと思っとった。お願いがあるんです。あの人の銃を見せてください。あれにそんなに興味があるの。重要アイテムなんですよ。もしかしたら愛のことをが死んだことをなかったことにできるかもしれんし、アシュスインを止めることができるはずなんです。いいわ、約束通り。多分さ、プレイヤー正面から話しかけている手やけん、ここに置いたんだろうな。この脅威だったら入ってさ、右に手出したら俺の手に届くのにな。それは12年前、特別に研究者が携行していたもの、うん、当時は制御装置がなかったから、万一変異体が暴走した際はそれで撃つように研究者は訓練を受けていたらしいわ。そうか、だからあれだけさ、うまいことをハルに対して当ててきたんやな。その銃のエネルギーは辛いよ、持ち歩いても危険はないわ。飽きたら返しなさい。飽きたらって興味本位で見る感じになっとんやな、やっぱ。わかりました。飽きたらって言葉が出てきとけんな。お姉さんの銃、エネルギーパックがちゃんとついた状態。あの時は何もできなかったけど、エネルギーパックの隠し場所が分かった今なら過去を変えられるはずなんだ。あれ、隠し場所、あの人が撃たれる前に戻ってホテルの部屋でアッシュを迎え撃てば、あの人は死なないはずだし、犯行も止められる。そうか、それってアッシュ戦と正面でやり合うことになるってことでもあるんか。展開としてすごいことになるぞ。だったら銃の出力は一番小さくするのよ。うん、アッシュが死んじゃわないように手加減しないとなの。そうやな、分かってるよリリー、行ってくれ。正面からやり合う時が来るってことか。つまり隠し場所が知っとるって、
隠し場所なんかあったっけって感じだけど俺覚えてないです。あれ、エネルギーパックのことは覚えてないですって。それがダッシュケースの中か。あれもう完全に整理せずに来てしまったけんな。あいつ信用するんじゃなかった。というわけでまたアイリーの胸の膨らみを確認しようじゃないか。まさか塔の鍵を盗んで逃げるなんて。最初からあれを狙ってたの。早く取り戻さないと。焦っとった理由もこれな、今思えば。そんで誰が来て、隠し場所をさ、さっきにちょっとここか。あれ、隠し場所って結局どこなん？どこでしたっけ、隠し場所。油断しちゃったな博士、ごめんなさい。ダメだったなの？うん、ダメだ。エネルギーパックがトランクケースの中にあるままじゃ、あの人の死は変えられない。あ、そういう感じ。あ、これでええんじゃ。あ、エネルギーパックってトランクの中あったよなみたいな感じで刺さったのにさ、全然反応ないけんさ、このまま行くしかないんかな思ってしまったらさ、そのままでええんか。アッシュがエネルギーパックを隠してしまう過去を変えないと。そこから変えなあかんの？どうやって変えるん、そんな。ホテルの部屋に戻ろう。変えれんのこれ、変えれるんこれ、どうせばいいのこれ。予想以上の難問。ここここここ、入った。問題のエネルギーパックがここにあります。過去にアクセスできるみたいだ。こっちの過去にアクセスしろってことか、つまり。で、アッシュ戦が隠すけん、それをさ、うまいこと操作すればいいってことかな。これは今のうちに何とかしておかないとな。な、この場所ね、この何とかをさ、アタッシュケース以外の場所にすればいいってことかな。よっしゃ、来た。え、隣な。隣じゃなんとかになってないのに。やっぱりダメだ。もし何かあったらどうする。あ、そういう感じになってくるのね。何かあった時のために抜いといたらダメだろう。そう、何かあった時の何かっていうのがお前なんだよな。悪いな、アイリー。全部これのせいなんだ。おお、そう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 。鍵取っていたな。よし、これで場所が変わった。あの時は何もできなかったけど、今ならあの人の死を変えられるはずだ。変えれるんか。あえて生存ルートの方に持っていくんじゃ、物語を。すごいな、自分の生存の道を作るんじゃなくてさ、他人の生存ルートを確保する感じじゃん。すごいな。この辺のセリフは一緒でしょ。
誰で、誰で出ていく前にこのエネルギーパックを確保しなあかんのじゃ。よし、これで戦えるようにした。いけ、よっしゃー。あれ、え、あれマジでここで出てくるのお前。アッシュじゃない、マイヤがこの人を襲った。そうきたか。マジか、マジなのか。そうなんじゃ。マイヤー、アイレがここにおることは知っとったん。システリア、あなたも鍵を狙ってきたの。誰があなたを操っているの、確かめなくちゃ。操ってるの、いや、操っとるとかではないんじゃないかな。どうなんこれ、そういうパターン来たか。マジで、なにこれ、なんでここ来たの。ここは、え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、風景、応接室。どうしてここに。え、もしかして過去を変えたから今起こっていることも変わったのか。そんなにガラって変わる。どういう変わり方したんだろう。なんかえらい変わったぞ。わあ、なにこの映像、初めて見る映像、初めて見る映像。変わった場合の過去、変わった場合、変わった部分の過去を見せてくれるんかな。ハル、これからどこに行くの。ハルかな、これはハルやな。心の鍵を持っている人に心当たりがあるんだ。リリーも見たはずだよ、あの白衣の女の子。ああ、あの時か。それでホテル行ったらあんな惨状が起きとるみたいな感じじゃ。でもそうやな、アッシュがおるところは一緒。アッシュ、どこに行くんだ。すごいタイミングよく出てきたのはほんまに偶然なんじゃ。偶然のタイミングすぎだろ。だとしたらお前、追いかけるの、関係なかったんやな、アイリーとは。今は鍵を探そう。じゃあ何のための配信さって一挙あったか、すごい気になるな。システリア、あなたも鍵を狙ってきたの。そうか、え、この場面に出くわしとんじゃ。おいらも、あなたを操っているの、確かめなくちゃ。これ目の前で起きたらさ、アイヌイちょっとストップストップってなるよな。あ、春だったら。で、ストップストップで割り入って、あ、後を追跡した感じか。ここで話割り込むんじゃなくてさ、マイヤに何をしてるんだ。変なことしないだなの、あの人形の中にはマイヤがいるのに。そうだぞ、マイヤに何かしたら許さんからな。ちなみに服を脱がすときは言ってくれ、俺が脱がしてあげるから。マイヤって兵隊のマイヤガネットのこと。あの子がどうかしたの。中に入ってるんだよっていうのは。そうか、知らんもんな。研究所についてきて、なるほど、ね、システリアのことについて調べよるって感じか。これ3年前博士が行った実験の後、マイヤは眠ったままで、なぜかこの子システリアの体に意識だけがあると。もうようわからん話になってきてるけどさ。君に朗報が一つある。何ですか。この解析が終わればあの子が博士を殺したかどうかは分かるはずだよ。そうなの。もし殺してないなら、それを証明することも。マジで？え、そんなことできる？本当に？うん、だから邪魔しないで。嘘じゃないだろうな。嘘だったら、お前の頭思いっきり使ってガガガガガガって握力でやってやるぞ。春、握力は強いんだぞ。知らんけど。上で人が来ないように見張っててくれない。あ、だからあの部屋におったん。解析が終わったら呼ぶからさ。あのチェス盤のあるあの部屋に。いいの、すぐそばにいなくてええのって思うんやけど。
でレジに待っとると、ホテルであの人を襲ったのはシステリアだった。そこがすごいショックっていうかさ、びっくりやもんな。あの人はシステリアを捕らえて、その後、審問会の時にさ、ギリギリまであれを半沢さんにしとる理由ってそういうことか。やっぱどう見てもアシュが犯人って見せかけて実は違う人でしたっていうパターンなのやろうなってちょっと思っとったけどさ、どうにもこうにもさ、それ以外だったら誰やねんっていう感じになってしまっとったな。あ、ノエル。ハル、姉さんがどこかに消えちゃったんだ。それは大丈夫、わかる。大丈夫だよ、ノエル。僕らは博士の家にいるんだ。落ち着いたら連れて帰るから。ノエルはマイヤのそばにいて。わかった。大丈夫だからね。まあ、不安はあるけどね。マイヤの体がアイリーの手元にあるってことを考えれば、なんかちょっと不安はあるけどね。あの人何やらかすかわからんからね。今回やらかされた側だけどさ、いつやらかす側に戻るかわからんからね。前科があるから。前科があるから。リリー、そういえばリリーおらんな。どこ行ったん。ちょっとこっそり見てくれよんかな、アイリーのこと。ハル、あー、見てくれよんかな、やっぱ。ハル、ちゃんと眠れたなの。僕はどうして眠ってたんだ。ずっと眠ってなかったから、リリーが眠らせてあげたのよ。え、何？俺の体、あ、俺の腹にパンチしたね。パチッ。うリリーは春の代わりにここで人が来ないか見てたなの。おお、そうか、ありがとう。なんかさ、ショックなこととか目の前で起こりよったけんさ、確かに休んどかなあかんなってところがあったんよな。お姉さんの解析そろそろ終わったかもしれないのよ。そうか、行ってみたいなの。行こうか。でもその前に何だよ、させろ。ん？こんな声出せるんじゃ。そんななでなでじゃリリーは喜ばないな。なで方、なで方にダメ出してくるよ、お前。分かった、どうやってなでればゆっくり動かさなあかんのか。そんな気分じゃないのよ。嫌われた。そう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 、ここに通路があるんですね。どうやって開けるのこれ。ああ、開けるんか。あ、おお、見よんね。はいはい、ちょっと失礼しますよ。なんだか不思議な感じなの。ふん、あ、ちょっと僕はここへ、ただそれいきなりスクワットがしたくなっただけなんで気にしないでくださいね。ふん。どうですか、守備は。あ、かぶってる、かぶってる。君か。かぶっとる。解析待ちで退屈してたんだ。少し話そっか。あ、じっとしたんだ。まあ、ちょっとかかるんやね。あ、話聞かせてくれるんじゃ。リリーかぶっとるんよ、お前。ちょっと寄ってくれんかな。まあ順番に聞いていこうか。時計塔の鍵、どうして君は時計塔の鍵を持ってたんだ。そっからか。ん、君もあの鍵を探してるわけ。ここにはないよ、あいつに盗まれたから。なあリリー、ちょっと空気読んでほしいんだけど。あいつってアッシュのことだな。で、他には。はい、他には、そのアッシュのことなんですが、アッシュはどこにいるか心当たりはある。あったらとっくに捕まえてるって。そうか。あいつは外の都市のスパイみたいな真似をしてたんでしょ。いや、そこは正解なんじゃ。もしかしたら鍵を狙ってるのも
外の人間かもしれないね。ああ、アイリーのことを手にかけたのは別やけどさ、スパイまがいのことはショーンは間違いないってことで。外の都市の人間がどうして時計塔の制御キーを狙うんだ。多分あの塔を兵器みたいに思ってるんじゃない。それ実際兵器なん。君たちが言うナイトフォール、12年前の粒子汚染はあれを暴走させたせいで起こったの。ああ、だったらそういう戦略兵器っていう勘違いを起こさせても間違いない。思ってしまうってことか。東方の砂漠地帯だったんだってね。あ、実際外の世界が被害受けとうけん。ああ、だったらそうやな。またはもう一度使われんようにさ、取り押さえなっていう考えに至っても仕方ないんか。ここで行われていた実験とは結びつかなかったみたいだけど、外の都市がこのことを知ったならあれを危険視するのは当然。そうかそうか。まあ言ってみれば、とある国が使う核ミサイルを他の国が警戒するようなもんか。どちらにしても外の人間にあれを扱うことはできないんだけどね。そういうもんなんじゃ。あれを制御できるのは君たち変異体だけなの。いや、でもさ、変異体の仲間が一人その外の世界の人間に手を貸すってパターンあるかもしれんよ。この先だから博士と私はこの人形を作ったんだよ。だからの意味がわからんな。悪いが、だからの意味もわからんな。で、他にはもう一つなんかあったな、聞けること。計画の協力者。博士は今の状況をずっと前から予期してたみたいだった。時計塔が動き始めたら鍵を持って最上階へ向かうように3年前誰かに言ってたんだ。博士に協力していたのは君。スパッと考えるなら、自然に考えるならそう思ってしまうところ。そんなわけないでしょ。違うな。私はずっとこの都市にいなかったんだから。12年間もずっと。博士に協力していた人物に心当たりはある？うん、そうだね。確信はないけど多分ね。あ、おるんじゃ。一体誰なんだ。さあ自分で考えてみたら。そういう謎解き要素を作らんでええんや。そんな余裕がないのはさ、分かってるでしょ。なんだ、そろそろ終わるかな。解析終わりそうだね。君はどうやってこの都市に侵入したんだ。多分話しても君は信用しないと思うけどな。聞かせてくださいよ。12年前この都市で実験が行われていたんだよ。人の夢と現実を重ね合わせる実験が、うん、あ、そういう実験だったんじゃ。でも失敗したの。被験体が暴走したせいで。私は彼女を止めるために塔の最上階であの鍵を手にして、その瞬間に12年の時間を飛んだんだよ。あ、そういう感じなんじゃ。なるほどね。だからさ、12年前の姿の状態で今はここにおるわけじゃ。見た感じ若いなっていうのはそういうことだったんじゃ。やっぱり過去の世界から飛んできたっていう説はあっとったわけね。12年前あの実験の日、塔の中は時間が乱れていて何でも起こりうる状況だった。とにかく私が鍵を持って転移したから塔の機構は止まっていたんだけど、3日前私が戻ってきたせいでまた動き出してしまったの。なるほどね。転移されて戻ってきたタイミングが3日前。だからさ、あれか、外の世界には出て行ってないんじゃ。つまりややこしいんやけどさ、ナイトホールで転移する直前はこの町におって、転移した後もこの町におるけど、絶妙にその転移しとる間おらん扱いになるから、この世界に鍵がない状態になったみたいな。ややこしいな。でもそういうことだろ。いつか私があの塔に戻るって分かってたと思う。
転移することまで呼んどったってことかな、もしかして。まさか、だから私にメッセージを残していったんだ。そうか、自分の家の地下室に来るようにってね。あ、それで来た結果がエピソード1での内容ってことね。この人は多分嘘をついていない。そうだな、だったらエピソード1での行動の内容っていうかちょっと分かってくるよな、うなずけるようなところあるな。お、終わったかな。ダメか。あ、ダメなんかい失敗かい。何がダメなの。何度やっても最終セキュリティが突破できないんだよ。最終セキュリティ、何かキーがあるってこと。最終セキュリティって、博士がさ、気まぐれにこの子に仕込んでいる最新式の認証があるの。気まぐれとかそういう言葉で、そういう気まぐれとかで突破できんのか、やめてよ気まぐれとか。この子の人格層にダイブして、接続者の記憶から構築された空間で解除用のシンボルを完成させる。なんかややこしい話やめて。難しい話されたら俺頭はこんがらになっちゃうよ。そうだ、なんだ。いいこと思いついたよ。お前のいいことはほんまに俺のたちのどもいいのかな。君が言ってきて、ここに来てあげるからなんかすごい展開に巻き込まれそうになってる。3年前に博士が君とこの子を接続しようとした履歴がある。あ、それが実験の内容でもあったんか。これを復旧させてね。さあ始めるか。生体認証アイリクローバー、なんかすごいこと始まりそうになってますけど。上級、こっちはいつでも行ける。よく見ておいて、解除用のシンボルはこれだよ覚えとかなあかんな感じなんこれ空間のどこかにこれがあるはず。準備はいい？行くしかないのか。これが最終セキュリティ。行くか。あれ、外の世界。ここは接続者の記憶から作られたセキュリティ空間って言ってたっけ。なんか以前春の過去の話で見た外の世界の風景に似とる気がするな。